広本北山章巻十北山章は、平安時代中期に成立した支線の儀式書、藤原近藤の線、前十巻、北山納言記、史上大納言記、史上記とも。署名は、史上大納言、藤原近藤が晩年に、京都の北山に陰性したことに由来している。各巻ごとに、成立の事情が異なるとされ、例えば巻四、 牧5は、藤原道長の求めに応じたとされ、牧七は弁官であった息子、藤原定頼のために、牧八点九は、この枝将であった娘婿、藤原の道のために表したと伝えられている。一冊の書物として成立するのは、昭和治安の頃と推定されている。現存する本には未抵抗のままであったと思われるものが含まれているほか、水崎や光家次第には、 原尊本にはない引用が含まれており、かつては別系統に属する本が存在していたと推定されている。編集過程において、祖父である藤原佐頼よりや父、藤原よりただ、王子、藤原諸助などの日記、記録、源、孔明の西宮記などの先行する著作などを先行する著作を参考に、小野宮流、 九条流療法の要素を取り入れた内容になっている。西宮記と同様に、夕食古日の洗礼を記した書として、区家社会では後世まで重視された。現存する本として、京都国立博物館肖像の全十館と、御事と教格文庫に属する一群がある。前者の巻十は、藤原均藤寺室による、総合本である。支配文書は、 長徳2年から長法6年までの文書で構成されているおり、特にケビー氏、ベッドを案をはじめとする金藤が、ケビー氏ベッドを務めていた、時期の関係文書や当時としては珍しい、金小族などが含まれており、本文と同様の貴重な資料となっている。校舎は遅くても鎌倉時代までに書写された牧古本12巻と、映像に、三条西金英団が書写した、 冊子本語館が存在し、京都国立博物館本と、御事教格文庫、巻子本は国宝に指定されている。また、近年宮内庁所領部に所蔵されていた、旧旧上へ所蔵文書の中に巻七の段階が含まれており、その中には、猿の顔の刻印が押されているものがあることが判明した。ありがとうございます。